はい、今回ですね、夏の暑さ対策としてですね、タオルとこの綿ガーゼタオル頭カバーっていうやつですね、これ購入してみました。この頭カバーの方は549円税込みで、プロので買ったんですけども、はい、ヘルメットの下とかにでもですね、こういう風に装着できるっていう感じで、形がこういう風になってて、縛りやすくなってるっていうタイプですね。はい、で、夏とかですね、外で家庭菜園なんかやるとき帽子かぶったりとかですね、すると思うんですけども、そのインナー用としてこういうのあるとですね、より涼しくて、例えば、濡らしてですね、やってもいいかなと思ったりして、一つですね、どんな感じか一つずつ購入してみました。で、プロノのですね、このタオルなんですけれども、通常よりもですね、長くなってます。このタオルのまず幅がですね、30センチぐらいあって、でこの長さがですね、通常より長くて、頭にそのまま巻いてくるっと縛れるのですごく便利です。だいたい96センチぐらい長さありますね。はい、こういう感じですごく広いので、これですね、タオル確か200円ぐらいだと思ったんですけども、これでもですね、十分いいかなと思いました。とりあえず試しにですね、こっちのこういうやつですね、これもですね、ちょっと使ってみたいなということで一つですね、購入したっていう感じになります。ここでこういう風に縛れるようになってて、で頭つけてですね、こういう風にこんな感じで、はい、こっちの方の生地とこういう生地とタオル地と、はい、こういう風になってます。こんな感じですね。多分こっち側が頭の方に来るかなと思うんですけども、こういう感じで使えますね。でこっちだとこういう風に縛りやすくなってますので、使いやすいっていう感じです。はい、でこれはまあ普通のタオルなので、もう長方形ですね、長方形なので、いつも通りこういうところでキュッと縛るという感じでいいかなと思いますね。はい、まあこんな感じでですね、今回タオル2種類購入してみました。綿ガードガーゼタオルの頭カバーですね。まあ、ガーゼなのでこっちの方がもしかしたらちょっとですね、涼しいのかもしれないですけれどもね。はい、まあ、まだ使ってなくて、購入したばっかりなので使ってないので、とりあえずですね、開封してみたっていう感じになります。はい、もし暑い中ですね、外で作業するとかいう場合はですね、帽子かぶってこれつけてですね、そうすると汗も吸収しますので、いいかなと思います。はい、でもっと暑い日はやっぱりこれを濡らして、で、湿った状態で縛ればですね、少し頭もですね、涼しくなるかと思いますので、こういうですね、暑さ対策、夏の暑い日ですね、特に家庭菜園とか庭のですね、木カットしたり、花ですね、花とかのですね、整備したりするのにですね、暑いと思いますので、こういうのつけておくといいと思います。購入しておくといいと思います。はい。